ワンビットハート。ワンビットハート。いやあ、先生ケイスキだよ。前回のパートでね、とうとう友達が増えた、ナナシ君。もう君は、引きこもりじゃないぞ。でね、ここに解決って感じで、とりあえずは、ナスケケ君の諸々は解決できたね。ハッカーの存在が気になるところですね。ミカドお兄さんに急いで報告しなきゃね。家に戻ろうって感じで、家に戻ろうって感じになってもらいます。そういや、そんな感じで終わったな、前回。ただいま、ミカドさん、ミカドお兄さん。お兄さん、いやあ、ナナシミサネさん。大丈夫だったのか。ここに無事にいるということは、解析データは役に立ったみたいだね。じゃあ、あの時見つけたウイルスの解析データは、お兄さんが送ってくれたものだったんだ。マジか、お兄さん、ナイス。ありがたけ、ナナシ君とミサネちゃんは助かった。ナイス。完璧に 解析できたものじゃなかったけどね。さすがナナシだよ。あのデータで相手のウイルスを駆除することができたんだから、そうやな。ナナシ君の才能って結構秘めたるものがあるな。お兄さんに褒めてもらうとすごく嬉しいよ。間に失礼いたします。どうしたの、ミサネちゃん。ハッカーと思わしき人が私たちの前に現れました。そうそうそう、それを伝えなあかんのやな。声が大きく興奮していて聞き取りづらさがありましたが、彼は自身をノミアと名乗り、ウイルスを生成、こちらのビット4に直接送ってきました。ノミアか。簡単に自分の名を名乗るかも怪しいけれど、一応市民席のデータから相出してみよう。ちょっと困っていたから、その情報はありがたいよ。相から何も進展もありませんでしたか。ウイルスの解析もしたけど、時間の経過とともに形を変えていくタイプのものだったよ。それに短時間で別のもののように変化していた。そんなウイルスあんのか。だから次会った時はまた別の解析データを使わないと。ウイルスを流し込まれた時危ないかもしれない。かなり厄介ですね。目的も見えませんし。そうなんだよね。一体何のためにしているのか。じゃあ僕はまた管理室の方に行っていろいろ調べてみるよ。ナナシとミサネさんも気をつけてね。目をつけられている可能性もあるからさ。はい、ミカドさんもお気をつけて。大丈夫だよ、ミカドお兄さん。僕とミサネちゃんの関係はもう誰にも入ってこれないくらい強固なものになったからね。強固なものになったからね。ミカドさんたちも動き始めたので、相手も迂闊には手を出してこないでしょうが。今まで平和だったのにな。あ、ミサネちゃんの記憶は。俺はそっちも心配なんだけど。どうした、今まさに何か思い出したみたいな反応してるぞ。何その忘れてたみたいな顔。私、ナイスさんに謝らないといけないことがあります。その前にいくつか質問させてください。どうした、いきなりミサネちゃん。謝らないといけないことってなんだ。もしかしてお前、実はナナシ君のことを内心見下してましたみたいなことを言うんじゃないだろうな、ミサネちゃん。だとしたら俺、ミサネちゃんに対しての好感度下がるぞ、俺の好感度。答えられることなら大丈夫だよ。今、世界を制御している管理プログラム、これはいくつから稼働を始めたものなんですか。話自体は半年前くらいから出てたみたいだよ。実際に稼働し始めたのは4ヶ月前かな。なるほど。今までにハッカーという存在が現れたことはないよ。管理プログラムが使い出してからセキュリティとかがガチしたらしいし、そういう事件とかは全然なかった。だから驚いてるんだ。はい、では最後に、今西暦何年ですか。ちょっと待って、それ聞くってことは、ミサちゃんもしかしてさ、過去か未来からか聞きたタイプの人間だったりする。ちょっとミサちゃん、その質問するタイプの人間で、だいたいそういうタイプの人間だと思うやけど俺。ビット4でチョイスすれば確認できるんじゃ。2222年だよ。おお、すっごい威圧感のある顔したな、お前。けどさ、過去や未来から来たってことは、そう、エラーが出るってことも、なんか、ついつまが合うよな、この時代の、なんか、電波とか周波とは合ってないみたいな感じで、エラーが出るってことは、ついつま合うよな。ありがとうございました。そして、ごめんなさい。私、ナイスさんに嘘をついていたんです。嘘？
私は記憶喪失ではありません。記憶喪失じゃなかったんかお前。それちょっとびっくりしたな。あ、でも言おったな、なんかあのなんか自分の職種が職業は何だみたいな話しよったけど、あれちょっとボロ出とったんやな。初めから自分の名前も出身も分かってました。え、よかった。じゃあムサネちゃんは記憶をなくしたことにより悩んだり悲しんだりしなくなって大丈夫ってことだよね。怒らないんですね。すごいポジティブな奈良くん。お前はいいやつやな。こんなムサネちゃんのことを責めんでいいやつやな。なんで？え、あともう一つ。まだこれの上に何かあるの？もう。うんうん、何かな。私は未来から来ました。やっぱりね。そりゃそうだろうなと思っとった。未来の方か。未来の方か。へえ、未来出身なんだ。すご。わったったった。奈良氏くんが驚きすぎて宣伝タイム入ってもらえないか。どうした？あ、帰ってきた。誰だお前は。ああ、おかえり、野宮くん。野宮くん言わせた。敵のサイドのところじゃこれ。あら、ずいぶんと楽しそうですね。うわあ。悪役四天王みたいな感じにできたぞお前ら。誰だお前らは。まあ、暇つぶし程度にはなったな。というか、まだ何も言われてなかったのにいたよね。いつもこれやるのおじさんばかで、そろそろ辛いんだけど、うん。謝るのは年上の役目だろ。いや、でもリーダーあいつ、一応、野宮くんだし。そうだ、俺がリーダーだ。と言っても、みんなやりたくなかったからの消去法だけど。あ、おっさん、クッキーもうなくなったよ。あ、おっさん様。私も紅茶のおかわりをいただいてもよろしいかしら。おっさん様。おっさん様はめっちゃコキ使われてるやんお前。おっさん、俺はコーヒーな。いや、まずおじさんの店で会議することもおかしくない？もうちょっと、もうこう隠れたところでさ。あとお金は？つけだつけ。あんま気分広いこと言ってると服が逃げるぜ。わあ、絶対これつけ払わないやつだなお前。つけってつけすぎなんだよな。言ってることむちゃくちゃし、赤字ギギだよ。はあ、野宮くんもあまり身勝手な行動は慎んだ方がいいわよ。面白いものが見たいんだならば我慢して待つことも大事だの。うわ、これなんかエロそうな声の女の人やな。ただこのシルエットどれが女の人なんだって。ミキさんには多分男やけん左、一番左なんだろうけど、女の子らしさが全然ないようなシルエットだな。そうだ、ぶっちゃけ迷惑なんだよ。ぶっちゃけって何だっていけ。さっさと命令よこせばこんなことをしないでさ。はははあー、よたく暇。ちょっと大声出さないで。あー、不安になるな。なんだこのやりとりは。だ、何これ。ニューローディング。何このスタイリッシュでおしゃれなオープニング。
てかオープニングなんかねこれ。すごいなこれ。フリーゲームでさここまで作れるんやけど、ほんとすごいよなと思うよね。大体の話は分かったよ。ミサネちゃんはとあることを調べるために8年前に来ていろいろとやってる。その内容は俺には言えないらしいけど、記憶喪失って言ったのは8年前がどんな世界かを理解するため、あとは俺のこともあんまり信用してなかったからかな。やっぱりそういう感じだったのね。それはいえ、ナレシさんは相手の感情や考えが分かりましたね。その通りです、すみません。うん、やっぱりか。それは8年前、8年後から来とってことか。8年後ね。いや俺はいいんだよ、メサネちゃんが嘘をついたことへの罪悪感に。いたた、なんて読むんだこれ。出たー、俺の感じスキルないところ。いたたまれないかな。心配さんだ、正義感が強い頃みたいだからさ。それにお父さんが警視総監で、メサネちゃんも警察見習いなんでしょ。すごくかっこいいと思う。警察か。あ、警察の、もしかしてこれ警察の制服なんこれ。このメサネちゃんが今着とるやつって、なんかちょっとさ、前この同じ作者さんの過去のゲームライトっていうの、景気隊の人もこんな服装だったような気がするよな。どうだったっけ、似たような感じやな。奈良さんにお話したのでこれで隠すこともありません。ただ他の方には秘密ですよ。うん、わかった。ミサレちゃんは俺の彼女ってことでみんなで話しとくよ。あとはこちらを。のー、てか友達になれるんかい。あー、そっか、ちょっと関わりを保関わりを持ちたくないみたいな、今はちょっと関わるのよしとこうみたいな感じのスタンスで、あの時は断る理由でエラーっていうことにしとったんか。あれ、フレンド、エラーを起こしてないね。これでナナシさんと、こんな声だったんだ。メサネちゃん何気にここ前の声で喋っとることなかったもんな。こんな声だったんだ。私にも多少の知識はありますから、ダミー用にこの世界に合わせて ID を作成しました。こう時代にも使えたようで安心しました。なるほど、お料理やっぱ全然すごいよメサネちゃん、うん、メサネちゃん、いえ、ナナシさんが終えて言うの慣れないなって。え、それってそんなに。まあ見た目からしたらどっちかって言ったら僕っていうタイプの見た目はもんな、ナナシ君。そんな生きていくのに困る程度はないですよ、若干の違和感があるだけです。元友達もみんな折れていたからな、俺影響されやすいから使ってるだけかも。そうなんだ。前の学校のことですか。そうそう、聞いても何も面白い話はないと思うよ。それじゃあ次は何する。なん、目的なくなったな、そういや。とりあえず街を見て回るくらいしかないんじゃないかな。私今はそうですね、私一人で少し調べたいことがありますので、ナイスさんは友達探しをしてみてはいかがでしょう。え、俺一人、ネット上とかダメなの。ネットでできる友達ってね、まあ悪くはないんだけどさ、やっぱリアルで友達作ろうぜ。こうなったらお前ダメです、実際にお話しして交流してフレンド登録してもらってください。俺乙女系とかギャル系の知識ないけど大丈夫かな。うん、大丈夫じゃない。ポスリでも何でも連絡を入れていただければ私も対応しますよ。盗聴器でもつけておきましょうか。ミサレちゃん、僕のプライベート丸裸にしてどうするつもりだ。あ、そうだね、会話を垂れ流せばミサレちゃんも対応しやすいだろうし。いや、ちょっと待って、お前自分のプライバシー覗き見られることには何度もないんだな、お前。いいんですか。ならばそちらでオンオフができるようにしておきます。助けを求めているときにオンにしておけばこっそりアドバイスもしますよ。うん、あんまりお邪魔にならないようにはするからさ。じゃあ俺頑張るよミサレちゃん。はい、頑張ってくださいナーシさん。まだですね。いえ、きっと私の思いを知ることなんてないのでしょう。なんだ、もしかしてミサレちゃんやっぱりナーシ君のこと好きなの。もしかして自分の中で入ったバグを消すための頑張ったナーシ君の姿を見て認められちゃったのか。わあ、愚問でしたね。今は目の前のことに集中しなくては。
インフォメーション、今から10時間となります。10時間では街の住人と自由に交流し、友達になることを目指します。またパソコンからミニゲームを送らい、ビットを稼ぐことや現在のフレンドリストを確認できるようになりました。ビットとはこの世界の通貨で、ある程度貯めるとプレゼントアイテムを購入できます。このプレゼントを渡すことによって、町の住人の好感度を上げられます。好感度が一定数貯まることにイベントが起き、うまくいけば最終的に友達になることができるでしょう。マジか、よっしゃ、いくぞ。やっぱり友達になるといえばあなたですよね、ハクヒさん。あら、こんにちは。おーっと、なんだこれ、なんだこれ、いきなり愛の告白できるみたいな感じの反応が出てるぞ。なんだこれは。あ、プレゼントか。これはプレゼントだな。プレゼント持ってないや、畜生。持ってこればよかった。調べる？何これ？あー、白衣さんのおっぱいを調べるようなマークが出てるぞ。この人は、こう、神主の巫女さん、神社の巫女さんの白衣さん。おっとりしている。あと、黙りやされやすそうな気がする。うおー、これは何回騙してハートをゲットするタイプのやつだな。好物は味の濃いもの、あとはお餅と体にいいものかな。ああ、そうか。相手の心を読める的なやつで、ハギさんの好きなもの、好物を調べてるな。やるな、ナナシ君。ぬかいないわ。今日もいい天気ですね。寝てしまいそうです。じゃあ寝たらいいじゃないか。大丈夫。僕が変なやつから守ってあげるからね。うひひひひひひひ。よう、友達第一号。お前か。話そうぜ。ここ結構涼しいんだよな。山とか木が多いからか。ほう。ちょっと怖いって今でも思っとう感じだよな。男っぽいものが好きなんて、やっぱアイスが好き。うん、そこら辺は前と一緒やな。あーっと、いましたね。なんて名前だったっけ、ごめん。シタラじゃ。ああ、そう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 。シタラおさむ。バボナモンで覚えとくんだったわ。そうだった、そうだった。毎度。なんや、お姉さんと遊んでくれるんか。あはは、冗談や。そんな警戒すんなや。って感じで、つかみどころのないタイプと。要は、ブリーチの一丸銀みたいな感じと。てか、一丸銀の生まれ変わりじゃないのかっていう、そういう発想ですが。この人は、この薬局を営んでるシタラさん。お姉さん。間違いそうになってるぞ、七橋くん。この薬は全部手作りらしいよ。好物は、やっぱり薬？それと、関西のあの食べ物かな？はぁ、薬作れるんやな。もしかして、いやらしい薬とか作れるんですか？作れるんだったらください。白衣さんに飲ませるんで。お餅に混ぜてプレゼントして私飲ませるんで。よー、ババア、話そうぜ。いらっしゃい、ゆっくりしていってね。ババア、話そうぜ。いらっしゃい、ゆっくりしていってね。ババア、なんか話そうぜ。いらっしゃい、ゆっくりしていってね。ババア、何か話すことはないのか。いらっしゃい、ゆっくりしていってくれ。ババア。